なんかね、ちょっと旅をし、せっかくコロナ負けたから旅したいんだけどさ。古田の方程式で旅に出る、うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。行く？真中満球場、もう一回みんなでもたらしてくれよ。いや、嬉しいですけど、俺んとこ来てもなんかあるかなって。だからそれをお前が一生懸命もたらすか。ちょっと探しましょう。調布行きましょう、調布。調布行きましょう。だから荒木大輔に案内してもらう調布なんていうのはさ、いいじゃないですか。もうそのマニアにとってみればさ、それはもうすごいね。関西人の俺にとっては何のことじゃ全然分からないしさ。調布リトルはあるでしょ。やってる。行きましょう。まあ相変わらず強いよ。お前来たら大変なことになるよ。荒木大輔が行ったらですよ。じゃあ俺は行ってるからしょっちゅう。行ってる。今監督誰でしたっけ。日体大の人ですよね。伊藤さん、はい、よくございます。そうだ、なんか言ってる。伊藤さん、言ってる言ってる。じゃあ、結構いや、あそこ僕のテリトリーなんで、あの、あんまり流さないでくれってやつ、ね、もういろんな人これで困るから、あそこは営業しないでほしいんですよ。もうなんか隠れ家だもんね。隠れてないですけどね。ケンちゃんのなんかないの。いや、行きましょう、大分。大分か。じゃあ、大分大分以外でいいんですよ。じゃあ、古田さん、ケンちゃんと俺で連れしましょう、一緒に。大分か。番組みんな出る。何日あけなかん。古田の方程式で。大分空港が一番下だからね。そう1時間船乗らずに10分ぐらいと行けるとこ釣ろうよ。空港から遠いんか。空港から1時間半。空港が一番上にあって、最下一番下じゃん。そうなんだ。うちの方は。だからこそ知らない部分が多いからいいところがあるんですよ。なんか、だからこれお互いプレゼンする会になってるんですうちに来てくれみたいなってそういうんじゃないでしょ。魚は美味しい。だから食い物は美味しい。魚は分かる。それは分かる。それを認める。食い物は、いやでも絶対美味しい。一番美味しいものは東京に来てんねんで。まあまあそんなこと言ったらあれ、大分って何、名物って何なの。カボスです。椎茸。いいのはいいんだけど、唐揚げじゃないの。あ、大分唐揚げはまあ有名ですけど、あれむしろ最近なんですよ。あ、本当は鳥天なんです。鳥天ね。鳥天。栃木と大分は同じレベルだな、ちょうどな。いや、カボスだろ。うちかんぴょうじゃない？椎茸ある。椎茸が。うちネギあるもん。長ネギ。あとトマト。あと土壌とめ。土壌とめ。うん。だから多分同じだね。大田原牛があるじゃん。大田原牛。あ、大田原牛は。そこフグ美味しいじゃん。フグ。大分フグは。ね。あ、大分フグな。あるな。一緒だな、レベルな。関サバ、関アジ、関サバ。うちは魚は海ないから。白下カレー。ないない。アユ、アユ。うちはアユ。いや、アユはあるよ。どこでもあるよって。いや、今の話聞くと大分の栃木一緒ぐらいだな。今の話聞くと大分に行きたいね。なんですか、大分さん。栃木は近いですよ。近いけど、だって魚介類がな。まあ、確かにね。確かに海でね。スナック光ありますよ。あと何？ごめん。大分って出てこないんだよ。別府。別府。別府。俺、温泉のロケ上手いから。こうやって、温泉のロケ上手いから、こうやって。これちょっと大ちゃんにやってもらうよ。やるか、これ。あれ？大分ってあのプロ野球って言ってるっけ？試合のオープン戦行ったな、最近。オープン戦は1回ぐらいじゃない？1回行った。ファームか。上はできないです。そうだね。熊本とか北九州はあるけど。オープン戦で行ったら、太陽ヤクルト、太陽ジャイアンツで。大野さん、それ40年前の話じゃないですか。元木大輔が入団した年だから。じゃあ、34年前ですね。90年。あ、そう。でも下関とかよく行ってたじゃないですか。太陽下関とか丸羽ね。太陽漁業の本社があって、下関とあと函館。函館太陽シリーズは。ああ、行きましたね、函館ね。函館そういえば下関で大門さんにホームラン打たれた。大門みたいな。あの両翼 100m の球場で。へえ。大門さんピッチャーでしょ。ピッチャーの。俺それだけ忘れない。スライダー。まっすぐじゃねえだろ、まっすぐ。スライダーもともと投げないから。投げないんだ。投げれないもん。いやいや、投げれない。シュートバカだよ。シュートバカ。じゃあ、だから投げ、一応投げるんだよ。投げるけど、目立たないんだよ。シュートバカです。シュートバカ。まあ、こっちもシュートバカだけど。ひどくない？シュートバカって。言うんだ。お前のフォーク使えないから、お前シュートだけ投げとけとか言う。でもケンちゃんシュートのコントロール良かったもんね。あのストライクゾーンにベース板こう上手くね。大体こう角とかね、ぶつけないもんね。本当にこうシュート上手く投げるよね。すごいと思った。あれもシュートバカやで、ほんまに。トモがスライダーバカでね。そうで、シュートバカで、高さが進化バカでしょ。バカバカ、みんなバカ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 ぞるし。でも特殊ボールをね、一球持ってるんですよね。もう絶対っていうボールを。大ちゃんの年って誰がいるの。荒井幸。ああ、中さん。中さんですよ。宮本さんとかじゃん。斉藤正樹とか。ああ、正樹さん。あ、斉藤さんも一緒。可愛いとか。ああ。阿波の西崎。ああ、そうだね。おお。トレンディー。それは。そう、横浜だったら畑山。だから40年間みたくやってねえだろ。やってないですね。やるわけないじゃないですか、この人が。35年間もね、まとまんないよね。やってない。
もう人嫌いですか、この人。いっぱいいるわ。人寄せつけない。そうだね。確かに。めんどくさいでしょ。クールビューティーだから。いや、荒木さん、わかります。僕、めんどくさいです。めんどくさいよ。もう今更、氷深めたくないんですよ、もう。もうここでいいんですよ。もうこれ以上友達増やしたくないんですよ。もう大変なんですから。もうこれぐらいでいいなと思ってるんですよ。別にお前に増やしてくれ言うてへんやろ。また飲みからしけなくなります、もう。知り合い増えたら。大丈夫ですか、そろそろ締めの方に向かって。これで何とか成り立つんですか、完全に居酒屋とこなんですよ。お前喋ったことピーばっかりだよ。いや、僕は意外と師匠と思ってるんで、8割は使います。8割2割はアウトです。副的に8割使って大丈夫ですか。外出者全然使っていいですよ。あんなもう全然もう僕も戦いたいぐらいですから。もっと走りしてください。そうなの。あ、ごめん、間違えた。いやいや、さ、ここは全部カットですか。すいません、こんなの、こんなの使えないから、やばいから、これやばいから。だめです。マジマジマジ。あれ、さんがやってたっていうの本当？何ですか？違う。それ絶対アウトだ。ちょっとひどい。ふるさん、使えないから。ちょっと待って、全部使えないからもう話す必要ないよ、そんなのもう。でもさ、一番こういうのが盛り上がる。盛り上がるけど、使えるわけねえと。絶対使えない。本当は面白いんだけど、こんなの使えるわけねえだろう。やばいわ、ちょっと喋っちゃった今日は。やばい、やばいな今で。飲んだ勢いでしょ、怖いですね。どこ、何が赤かったの。なんか結構いけない感じだったです。ほんま、うん、じゃあちょっとあの荒大と行く超フリートロ行こうよ。荒大が連れてってくる、ね、僕連れてくるなら行きます。滝田さんも、あれで言うの超フリートロなんだ。明治の滝田さん、和弘さん、あすげえな。丹波、あ、そう、丹波、丹波志望ちゃん、そうよ、志望村もそうだよ。 PL 行ったからね。志望村だったらすごかったんだよ。そうなんすか。関川さんもそうだろ。関川さん、あとあれでだから伊藤明もそう。あきら伝説ヤクルト多い。すごいメンバーですね。強化はすごいよ。本当練習きついよって言われて行かなかった。どういうこと。調布が厳しかった。調布シニア、僕調布なんで出身が。シニア行け行けってみんな言うんだけど。学校のってこと。そうだから。あ、そうなんだ。入江さんシニアじゃないんだ、調布じゃ。シニア、こいつは中、あの中学校の野球部。そこからたくさん。その時に宮下さんってあのクロマティ、うん、が先輩です。今表現も良くないですよ、これ。これもうほぼ殴ってますから。野球部、野球部で宮下ってそれやから。そのイメージが。宮下さんは野球部で、僕も野球部で。厳しいよね。選ばれし、選ばれしもないよ。さあ帰ろうか。はい、帰って。もういいんすよ、これで。ちょっと連絡取らせてよ。いいんすか。行きましょうよ。調布なら僕も行きますから。行きましょう、行きましょう。大分、大分どうなったんすか。大分も、まあまあ、あの一回持ち帰って、一回持ち帰って。季節がいい時に行く。あ、だから美味しい時に行く。いや、そちらもどんどんやっちゃって。だって寒いでしょ。寄せ書き。まあまあ寒いっすね。何も寄せ書き。よく持ってますね、こんな色紙ね。もういいんすか、これで。ちょっとしゃべり足んないですけど。なんかでもなくなったら寂しいですね、店がね。いやでもね、23年やって疲れたぞ。ゆうちゃんこれシール、ゆうちゃんこれシールどっか貼っていい。あ、いいよいいよ。あ、その俺のお尻の下ここ上にその俺ちょっと失礼じゃないのこれ。かっこいいやん、振らなきゃヒットは生まれない。これだってヤクルト時代に考えた言葉だよ。でもさ、振れ振れって言ったら大体クソボールでも振るんだよな。そうなんですよ、だからこれは言葉のちょっと難しいとこで。ストライクだけ振れって言わないと。ストライクだけでこう使い換えない。ストライクだけ振らなきゃヒットは始まらないからね。どうですか。はい、よろしくお願いします。はい、ユウちゃん、あえてこのなんかジャイアンツのユニフォームが上に振る。みんな酒飲みから突っ込むでしょ。襟、うん、がいいんじゃない。これだやりすぎだろっていう。あ、そこでいいんじゃない。こう見えてスポンサー、こう見えてもいいなぁ、これ緩いな、古田の方程式。今日は多分一番これで、まあ、これが書くことあるんですか。まあ、一言書いたりするんじゃないですか。座右の銘な、度胸って書いておきゃ。度胸やりや、やりや、どうせないですよ。やりっすから。シルバルまっすぐ、まっすぐしかもね。それを聞きに行ったんですもんね。もうすごい覚えてます。だから現役的、うん、こういうタイプのバッターって何を待つんですかとか言って、そしたらシルバルまっすぐ。ゆうちゃんに聞いちゃダメだよ。読みとかないんだから。もうまっすぐしか待ってないでしょ。野村監督はあんだけさ、読みを入れるとかさ、狙い球絞る入れると関係ないのにさ、なぜか野村監督の好かれてるんですよ。でも本当ですよね。なんでお前は初球変化球の真ん中で取り来るのに打たねんだって質問されて、
でもそれを打ち損じするのが嫌だから、まっすぐで自分が行動を起こして打ち損じするのはいいけど、うん、カーブが来ると分かっててもカーブが嫌いなのに、変化球が来るのが嫌いなのに、それを打ちって凡打するのが嫌だから、もったいないからね。ノム、ノムさん好きなんだよ。そうなんですよ、ノムさん嫌いなんだよ。はい、それはダメです。カメラ止めてもらっていいですか。そこはダメだ。大丈夫、それはもうノムさんとペケアバキさんと、ハラチさんと、じゃあ俺もダメなんだよ多分。違う、そこ仲悪くすんなんて。だだけど飛行機とか一緒になるとずっと延々喋ったりしてるのよ。誰と？いや野村さん、福岡とかで一緒になるのよく、ずっと永遠もうこのままになって。好きなんですよ、好きなんですよ。喋ってみたいんちゃう？珍しいから。ちゃうなんか荒大とちょっと喋ってみたいじゃん。荒大とね、荒大、はい、なんかちょっとクールやから、なんか普段あんま喋れんから。 YouTube やってるからね。言うこと聞かないでしょ。この人はほんまに右歌左やからね。一緒じゃないから。ちょっと止めて、カメラ止めて、カメラ止めて、カメラ止めてよ。お前がやばいから止めて。それアウトなのね。俺やめて。俺聞いてください、これ僕1年目か2年目に、ちょっと待って、止めて言って話で。え、それで、それでこれカメラやばい。大丈夫、回ってるから。おいなっつって、もうヤクルトの OB なんだから、ヤクルトちゃんと上位者しなきゃいけないって僕言われたんですよ。いや、そんな当たり前だと思ったんですけど、僕なんかいつも4位とか5位してるわけですよ。なんでお前に言われんのかと思って思ったんですよ。なんで俺にそんな上から言うのとか。俺いつも上位してるしとか。これ完全にカメラ止めてください。俺も仕事しづらくなる。お前が喋り出してんねん、勝手に喋れも言うてんし。カメラ井田さんがそれでとか言って、いや話したそうだったから。ヤクルト癖で煽り癖があるから。それも全部古田さんのもう教えだ。そうだね、そう、もう大体古田さんから始まってるからね。もう楽しくやろうよ、ベンチだから。延長延長するの俺だった。慶応は今更言われてもな、そうそう、俺たちの方が早くやってましたよ。90年、もう30年前からやってましたよ。いや、それはね、安はね、ちょっと待って、もう帰ろうよ。出せよ、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 出せよ。じゃあ、これ、写真撮ってください。じゃあ撮ろう、撮ろう、写真撮ろうよ。写真撮ろう、なんかな、ケンちゃん写真撮って。はい、もうして、はい、ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃん、これも置いておくんで、お願いします。ここはその後押したい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。奥さん大変そうです。いろいろ人生がいろいろ二転三転して。いや、だってサラリーマンだろ、40年近くは勤め上げなきゃいけないんだよ。そうですね、社会人7年、プロ12年、お子さん23年、変化があっていいんじゃない、はい、と思ってんだ俺だけかも。